マルツィオ・ブルセギンは、イタリア・コネギアーノ出身の自転車競技選手。1998年から2009年まで、ジロでイタリアに11回出場し、4回総合ベスト、10入りした実績を持つ。1997年に、ブレシャラートでプロデビュー。その後移籍したファッサ・ボルトロでは、アレッサンドロ・ペタッキのアシストとして活動していた。2005年2006年、ランプレに移籍。 2007年、2008年、2009年、2010年、ケスデパーニュ2席。跡。2011年、2012年、2008年のジロの、ように、エースとしても戦える選手であるが、普段はアシストとして活躍している。タイムトライアルを得意とするが、チームには、パンチャーとして登録されているなど、ある程度のと反力も持っており、山岳に強いルーラーもしくは、 平坦な長距離に対応できるオールラウンダーと見ることもできる万能タイプである。特に山岳が含まれるタイムトライアルではオールラウンダーやクライマーよりもパワーがあり TT スペシャリストよりも若干身があるという特徴を活かし確実に上位に食い込むことができる。2008年にはグランツールを全て完走しうちに大会で総合10位以内に入るという安定感もある。 選手である。自宅でロバを飼っているほか、アメツという銘柄のワインを醸造している。生産量は年間1万本に達するらしく、畜産業者、醸造家としての一面を持つ。余談だが、アメツチュルカというバスク人のレーザーがいる。公認ファンクラブの人間は大きなロバ耳のついた帽子を被っているため、中継映像でも一目で区別がつく。ありがとうございます。